おはようございます。ジャスト株式会社代表関正幸です。ちょっとね、昨日82歳のこう現役の税理士の人とね、ちょっと講演会を聞いたんですよ。はい。いやね、最近の若いものはなっちょらんと、うん、はい、あんまりこう苦労をしようとしないとか、はい、ね、そういうことなんで、はい、一生懸命働かないと、はい、もう何とか休みのね、うん、いかにこう何か仕事でやるかっていうよりもこう休みの方を大切にしたりとか、はい、なっちょらんなとか言うんだけど、はい、どうも、なんでしょうね、なんかすいませんっていう感じでしょうか。うん、まあ言いたいことは分かるんだけど、はいはい、でその人が言うには、人間はやっぱこう何ていうの、人間も時代も企業もね、やっぱこういうライフサイクルがあると、はい、成長期、こう安定期、衰退期、はい、うん、でそのおじいちゃん言うにはやっぱ今ね、日本全、企業も国もここにいるんじゃないかな、はい、で日本国民も相対的というか、まあ、取りまとめて言うとここに衰退期にいるじゃないかな、はい、っていう話なんだよね、はい、どう思いますかって。僕はね、実はそうは思ってなくて、そのまあおじいちゃんそう思ってるかもしれないけど、はい、これは工業時代とか労働者の時代、うん、1945年から、まあ、今何年だ、2016年、はい、このことに関して言ってる、この期間ね、はい、工業時代のこのは始め、うん、こういうサイクルに確かに言ってると思うんだけど、僕は実はもう違う時代がこう来てる、はい、うん、と思ってて、そして今のこの若い世代ね、はい、の人たちは、うん、実はここにいるんで、でここから見るとなんかナッチョランな、うん、怠けちょるなとかいう話になるんだけど、うん、はい、うん、なのでなんかこう同じこうなんていうか時代として見てはいけないっていうかね、はい、うん、いう気がして、でこれは何なんですかって話だよ今度は。これが工業時代とか労働者の時代だとしたら、うん、この新しい流れは何ですかって話なんで、はい、なんだと思う。一つはなんか情報、はい、時代、うん、こうなあとあれだよね、こう個性の時代とも言うのかもしれない、はい、うん、あとそのサービス業の時代、はい、うん、なのかもしれないんだけど、一つはねやはり、まあ、僕はここはドゥの時代だったのかもしれないね、ドゥとか、はい、うんうん、今度ここ B の時代が始まってるような気がするね、はい、うん、うん、で こういうところはこうなんとか働いたり物を持つことで満足を得る時代、うん、はい、でこれはもうあり方、考え方、はい、そういうもので満足を得る時代になってきてるのかなと思うんで、ね、うん、でこの時代の人から見るともう別世界だよね、これ。そうですね、うん、うん、わけわかんない、理解できないからなっちょらんって話なんで、はい、うん、人間って面白いね、なぜ不安が起こるかって話でね、一つこういう分かるってあるじゃない、はい、分かるって分けるってことで、A か B かって単純に分けれる世界があればいいんだけど、はい、ね、大体世の中ってね A か B か分かんないってのが多い、ね、はい、うん、そんな時にね不安が起こってくるんだよね、はい、例えば男と女って分かれればいいんだけど、どうも世の中見ると男でも女でもない人がいるような話出てくる、はい、うん、そこにもう理解できませんって話で、はい、拒否反応を起こす人がいる、はい、うん、で多分その感覚だろうね、そのおじいちゃんが言うの。で多分大概のご高齢の人とか中高年の人たちはこの感覚を持ってるんで、うん、でもね違うような気がしますよ、うん、というお話で、どうもありがとうございました。ありがとうございました。